こんにちは。ドラゴンクエストタクトやっていきます。よろしくお願いします。新しいキャラクタードルーマーゲスの情報が出てきたので、いつものように見ていこうかなと思っております。最強の妨害タイプで草生えたと。移動力がプラス4ですよ。そしてすり抜けができるということで、なんなんこいつはということなのでね、久しぶりにテンション上がっております。ということで見ていこうかなと思ってますので、よかったら最後まで見てってください。それでは毎日低評価、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう今日はね、サクッといこうと思うんですけど、いつものように数字を追っていこう、いきますね。HP が656と、まあね、妨害タイプだけね、そんなに、まあ高ければ高いほどいいんですけど、まあこの辺は装備で持っていくっていう感じになるかなと思いますね。で、MP が高いと、386ある。で、攻撃力、守備力っていうと、まあ平均、平均値以下ぐらいかな。まあまあ、だけどこれはドルマゲスの、まあ、なんていうのかな、道化師ですからね。まあ、道化師ということで、まあ、ピエロという感じなんで、まあ、攻撃とか守備力が高いっていう感じではないですよね。やっぱり、こう、イメージ的に。どっちかっていうと、まあ、妖術的な、タクトで言うと、まあ、魔法とかその辺の感じで、まあ、相手を翻弄していくっていう感じが、まあ、一番ぴったりなんじゃないかなというところなので、攻撃力、守備力っていうと、あまり高くないっていうのは、かなり、キャラクターに合ってるんじゃないかなと思います。で、素早さが速いということなので、この辺はね、妖術的な本当に、なんか相手を妨害していくっていうのはかなり素早さ高いっていうのは有効なになりますよね。で、賢さが低いんで、まあ、魔法で押していくっていう感じではないっていうことですよね。これはね。ということですよ。まあ本当にパッと見た感じでも数字はもう申し分ないかなという感じで僕は思ってますね。まあ文句言うなら HP がもう少し、まあここ最近で言うとね、HP 高いキャラクターっていうのが、多かったので、まあやっぱり装備のところで持っていくっていうのがまあ一番いいのではないかなと思うんですけど、まあまあ、あえて文句言うなら HP をもう少し欲しかったと、700ぐらいね、欲しかったかなっていうところではありますけど、まあまあまあ、全然いいんじゃないかなと思いますね。で、移動力が4ですから、こいつなんと言っても4動くんですよ。いやー、4動いたこの機動力を活かして、そして素早さも活かして何をやってくるかっていうところなんで、特技を見ていこうと思うんですけど、道化の戯れ。範囲内の敵すべてに大義の大ダメージ。で、2マス引き寄せる。あらあらあらと。あなたは妨害タイプだったんじゃないんですかというところなんですけど、大義なんでね、これで、攻撃力が低くてもダメージを、大ダメージを与えることができるということなんで、さらに脅威になったと。そしてもう一つ、狂気の眼光ということで、前方3マスのやつですね。使いやすいやつ。で、範囲内の敵すべてに大気大ダメージ。あれあれあれ、こっちも大義なのというところなんですよ。そしてね、狂気マスを生成するということなんで、その効果が2ターン続きますよということですよ。で、狂気マスっていうと、今回のボスバトルのところで、何ターン目かな ?3 ターン目ぐらいに出してくるやつかな。なんかこう、もわっとしたやつね。もわっとしたやつ。やってる方ならわかると思う。あれだと思うんで、これはかなり、ね、どれぐらいダメージ出るかっていうのもあるし、実際ね、巨大ボスバストルのとこだったら結構ダメージ食らうじゃないですか。まあ同じような数字は出ないとは思うんですけど、まあどれぐらい出るかと、あとその狂気マスっていうのがどういう効果を他にね、ダメージ与える以外にどういう効果があるのか、例えば束縛したりとかして相手の行動を止めてしまうとか、そういうのもあるのであれば面白いですよね。狂気なんでね。まあ、あとは、なんだろうか、まあ、混乱させたりとか、まあ、何かしら相手に状態異常を、与えていくような、負荷効果もあれば、かなりね、こいつは、面白いキャラクターになるんじゃないかなと思います。で、また、そうだな、闘技場というよりは、それ以外の 何かしら、まあ、対人戦のとかね、新しいコンテンツ、の方が多分面白いと思うんですよ。闘技場だとどうかな、どうだろう、面白そうな感じはあるんですけど、まあ引き寄せたりだとか、なんかね、闘技場よりはなんか別のコンテンツを僕は期待したいなと思いますね。これを見た感じだと。なんかしらね、ギルドがね、実装されてからの、ギルドバトルみたいな時に、その、
なんていうの、闘技場っていうと結局早いターンで倒してポイントを稼いでいくっていうコンテンツなので、あの何かを妨害していくっていうコンテンツじゃないじゃないですか。ターン数をかけて、まあ、何かしらやっていくっていう感じではないので、もう一つね、別のコンテンツ、そのターン早いターン数でどうのこうのするっていうのではなくて、まあ単純にプレイヤー同士のやり取りのところでこういうキャラクターはね、おそらく活躍すると思うんですよ。より能力を発揮すると思うので、そういうコンテンツがあっても面白いかもしれないですね、という感じが僕はしています。まあ本当にあとは狂気マスっていうのがどういう効果その他ねあるのかっていうところですね、まあまあまあそんな感じで僕はね楽しみにしていますよ、でそうだな、あとはね、そうだな、まあその他、まああと他に2つか技が追加されると思うので、あとの2つがどういう感じになるのかなっていうところは楽しみですね、で、そうだな、あと基本特性を見ていこうと思うんですけども、ちょっと待ってね、 YouTube 今切れちゃったんで、後で、編集したやつ、その編集じゃないわ、そのままアップロードしようと思うので、またねちょっと、後で上げます。で、基本特性は、魔性の道化師、道化師ですよ、これが最強というね言われるゆえんですよステージ内の障害物をすり抜けて移動できると、4マス移動できるんでね、もう単純に、障害物などは完全に無効化するということなんで、一直線で相手の懐まで潜り込むことができるということなんですよね。いやーマジでこいつはすげえ。で、覚醒スキルで一突すると分身ということなので、戦闘開始三河市率を 100% 上げる、その効果が3ターン続くということなので、本当にこの移動力を生かして相手の懐に初手からね潜り込んでいくっていうことが可能ですよね。で、さらに狂気の眼光っていうので、さらに3マス、先まで、狙うことができるので、本当にね、まあ、そこまで広いステージがあるのかないのかちょっとわかりませんけど、まあ、あるといえばあれか、まあ、ちょっと変わったけど、なんだっけか、デスピサロのところ。デスピサロのところは広いですよね。広いというか長いというか、なので、そういうところとかだったら、あれですけど、一人でまあ突っ走っていったところでどうなるっていうところはありますよね。まあだけど、三河市率を 100% 上げるっていうので、その効果が3ターンなんでね、3ターンの間、三河市率 100% なので、ダメージを受けないのかと、すべての攻撃を避けることができるのかっていうのはちょっとわからないですね、実際ね。100% なんで、数字だけ見ると、すべての技を避けることができるって捉えてもおかしくないかなと思うんですけど、まあまあ本当にね、ドルマゲスは、面白いですよ。で、僕の大好きな妨害タイプなんで、もうこういうのキャラクターね、あと2つの技、どういう妨害技を使って覚えているのかっていうのが本当に楽しみ。数字を追ってもね、文句なしですよ。文句なし。まあ、僕は相変わらずチケット分しか回さないんですけど、まあ、このキャラクターもそのうち来ると思うので、まあまあまあ、本当にね、ただの手品師じゃないと、こいつは。そういうことです。はい。じゃあまあ、ドルマゲスは明日楽しみにしておきましょうということで、あとね、新しい情報とか、まあおそらくドルマゲスのことだと思うんですけど、ちょっと見ていこうかなと思います。書いてる内容は、これだけですね。はい。で、いつもの150連保証のガチャですよ、ということです。重要なお知らせは、これですね、復旧しているという話なんですが、ゲームのデータバックアップ及びデータ引き継ぎができない状況が発生していましたということで、12日火曜日のお昼ですね、にしていましたよと。で、解消していますというところなので、まあどうなんですかね。まあ該当している方はもう一度ね、バックアップ、とかデータ引き継ぎっていうのをやっておくといいと思います。ジェブももらえると思うので、まだやっていない方はぜひやっておいてくださいと。で、メンテナンスですね。メンテナンスが明日、朝8時からだったかな。メンテナンスの情報はこっちですね。これ。
朝8時から14時を予定していますということで、バージョンも変わるということなので、まあもしかしたら延長されるっていう可能性もあるんですが、ここ最近はね、そういうタクトは、メンテナンスは入っても予定通り、終了して、いますと。で、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと。で、もし仮にね、延長になったとしても、まあそれはもう仕方なしということで、まあメンテナンスが終わるのを待ちましょうねという感じでいいんじゃないでしょうか。まあ朝8時からだってね、少し前までみたいに朝の4時とか5時とかぐらいからスタートするっていうわけではないので、朝早くね、起きてスタミナは調整する必要もないかなと思うので、いつもの時間に、まあいつもの時間よりちょっと5分ぐらいね、早く起きてスタミナ消費して朝の準備をするとかでもいいかなとは思いますので、一応朝8時からメンテナンスがスタートするよということは覚えておくといいと思いますということでございます。で、あとキャンペーンがひょっとすると来るんじゃないかなというふうに僕は思っていて、昨日も話したんですが、ここのね、週のミッションのところ、育成クエストのところは僕は全て今置いているんですよね。装備クエストのところ、ランクアップクエストのところ、特技強化クエストっていうのを今週は全然やっていません。まあ本当にね、ここのキャンペーンがね、ここしばらく、1週間ぐらい、10日ぐらい ?1 週間ぐらいかな。何もない状況だったので、まあ、ナンバリングのイベントは開催中なんですが、そういうのはあまり関係なくね、キャンペーンって結構来てたような印象があるので、まあ、来てもおかしくないかなと思っています。まあ、来るんだったら、まあ、そうだな。まあ、どれか、ランクアップ、装備、特技の強化のあたりが来るのではないかなと思ってます。まあ、あとはもしかしたら、ゴールドアップキャンペーンとかも来るかもしれないですね。まあ、ナンバリングなのでね、その辺のキャンペーンって一緒に盛り込んできても全然いいと思うんですよ。まあまあ定期的にね、キャンペーンは来るので、今回、新しくスタートしなくても、またしばらくすると来ると思うので、キャンペーンっていうのはそういうもんです。まあまあそんな感じで今日はね、そういう、それと忘れてた。進捗ね、誰も興味のない僕の進捗なんですけど、今やってるのっていうと、もう本当にね、どこでスタミナ使おうかっていうところなんで、ここで、育成できるキャラクターの貫突を目指して今やってます。もうメダルを集めるっていうことがもうメインになってるので、こっちのね、ソードファントムがあと1体で貫突するというところまで来ています。で、他の2体っていうと貫突終わりました。で、ヤンガツは来週貫突できるという状況になってます。で、左にも書いてるんですけど、ドルマゲスの22回、簡単に攻略できる方法を紹介していますので、興味あったらそちらもね、概要欄にリンクしてるので、覗いてみてください。もう本当にね、単純なことでした。まあ予想通りというか。で、あと50回なんで、来週になったらね、週のミッションで50回やって、達成というふうにしています。まあ、無課金税で効率よくいくんだったら、同じような感じになってると思うので、来週、貫突するっていうのが一番効率はいいかなと思いますね。で、あとはね、そうだな。まあ、闘技場とかね、やっていくっていう感じでいいんじゃないかな。で、来週は、月曜日からね、闘技場、あ、これじゃない、C 以下の闘技場が開催されるというところなので、まあ、もう C ランク以下なんでね、才能開花してるキャラクターが、まあ、大体出てくるのではないかなと思っているので、だけど、それだけだと面白くないので、そのキャラクターたちを倒せるような、キャラクターっていうのを昨日紹介してるので、興味あったらそちらも見てみてください、ということでございます。はい。じゃあ今日はね、これですよ。どこだ?これ。ドルマゲスね。妨害タイプのドルマゲスと。で、悪魔系なんで、ランクアップの素材ね、集めに行くっていうのも全然いいと思います。在庫見て少ないんだったら行ってみてください、ということでございますよ。本当にね、大義の技が使える妨害タイプということなので、まあ、妨害タイプって比較的ね、ダメージ、まあ、火力面がね、ちょっと少ないというか、まあ、そもそもね、妨害していくっていうのが仕事なんで、火力っていうのは必要ないんですが、このドルマゲスは火力もあると、おそらくね、大義の大ダメージを与えれるということができるので、かなりね、面白いキャラクターだと思いますよ。本当に僕は妨害タイプは大好物なんですよ。本当にね。そしてもうこのステータス見てももう申し分なしと。あえて文句つけるんだったら HP をもう少し欲しかったなというところなんですけど、これはね、もうプレイヤー次第で装備のところで持っていけばいいので、全然いいんじゃないかなと。そして移動力4ですよね。移動力4プラスステージ内の障害物をすり抜けて移動できるということなので、そして特技がね、
範囲も広いということで、本当に楽しみな最強の道化師となっておりますので、ガチャ引く方はお祈りしておきます。それでは毎日低評価高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日、バイバイ。